はい、コズの趣味部屋へようこそ。すでにこのね外観を一周させていただきましたがね、今回ご紹介するのはフィギュアーズゼロからドラゴンボール超激戦エキストラバトル、そちらからねスーパーサイヤ人4のゴジータ、はい、こちらをねご紹介させていただきたいと思います。まあ一応ね元絵はドッカンバトルですね、アプリのゲームのドッカンバトル、はい、そちらのイラストですね、それを立体化させたものになります。はい、まあこれね実際どうなのかなっていうねちょっと不安とワクワク感が入り混じった複雑な感情ですけれども、まあ早速ねとりあえずブリスターの状態までね持っていきたいと思います。ということでね、ブリスターもまた回転させてみましたがね、まあこれもね前回のね呪術廻戦の五条悟と同様にねブリスターの奥行きがありますね。まあ本体自体の奥行きがあるっていう感じですかね。はい、まあ、とりあえず今回もねこれエフェクトがかなりすごそうなんですけれどもね、はい、まあ、ブリスターのね若干下が潰れちゃってますけれどもね、私のはね俺は答えそうでしょうけれども、はい、では早速ねブリスターから出してね、まあ、本体見ていきましょう。はい、ブリスターから出しました。では見ていきましょう。こちらすっごい迫力カメラ越しだとすごい迫力あるね。いやこれはねエフェクトがすごいね。いやいやいやこれは、あとねこれちょっとね鋭利に尖ってる部分が多いんですよこのエフェクトね、かなり痛いんでこれは小さい子がいるご家庭は注意していただきたいですね。はい、いやこれはすごいな。まあ、エフェクトもねこうねグラデーションになってますしね塗装がよくできてます。はい、でこちらのね本体の方もね一応シャドウとか入っていてメリハリがちゃんとできてますね。でここのね体毛の部分もね腕の方ここら辺ね薄くしてちょっと情報量をね変えたりしてますね、うん、そこら辺は好感度ありますね。まあ一応ねこの髪の毛こう髪の毛のテカリがすごい気になるんですけれども、これは一応ねイラストと照らし合わせるとね、まあ、イラストもねテカってるんで、まあ、それを忠実に再現したのかなとも思いますね。はい、まあ、これもね顔がね、寄れないっていうね、難点があるんですけれども、ちょっとズームしてみましょうか。はい、こんな感じですけれどもね。まあちょっとね、シワのね、入れ方がちょっと濃いかなっていう感じがしますね。まあそれによってちょっと老け顔みたいな感じになっちゃってますのが、ちょっと残念かなって思いますね。もうちょっと薄くてもいいかなって自分個人的には感じました。はい、うん、まあ、こういうね下から見る構図とかはねすごいいいんですけれどもね、顔のやっぱシワがち
気になるな、うん。いやいいね、このビッグバンカメハメハ、うん、これを放っているポージング、うん、エフェクト付きでね再現してるのはね初でしょうね、これね。そう思ったらかなりよくできてる方だと思いますね、うん、はい、ということでね、こうやってね話してみるとねめちゃくちゃいいですねやっぱり構図的にも、うん、ポージング的にもいやかなりかっこいいですねやっぱりね、まあ、ということでね今回はねこちら届いたばかりなんですけれどもね、まあ、一応ねパッケージも見ていただきましょうかね。はい、こんな感じでねパッケージと並べると、うん、特にねそんな大差もないですね、うん、そう考えたらよくできたフィギュアだと思いますね今回のね、はい、いやこれは自分的にはおすすめできると思います。はい、まあ一応ねこれはプレ版限定なんでねもうすでに、普通にサイトで購入することはできないんでね、まあフリマアプリかオークションかで購入してみてはいかがでしょうか。はい、ということでね今回はこの辺で終わりたいと思います。最後はね回転台座に乗せてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。フュージョンハッ、いっちょいくぜ。